現在はダンスインストラクターとして、レッスンしたりイベントに出て結果を残したりと、踊りまくっております。主にこう子どもたちに教える機会がすごく多くて、平日はもうほぼ毎日子どもと接しながら楽しく和気あいあいとダンスをしています。仕事のやりがいは、子どもたちとすごい、こう接する機会が多くて、もともと僕子ども好きなんですけど、こう大好きな子どもとこうダンスを通じてなんてコミュニケーションを取るのがすごい楽しいし、自分自身こう休日とかはこうダンスのイベントとかでこう自分の経歴を作りに行くんですけど、まあそれ結果を残した時とかでこうやってまた仕事につながったりするので、そこはやっぱりこうすごいやりがいを感じるところですかね。迷ってる子たちすごいいると思います。僕もその気持ち分かるんで、でも正直自分の努力次第です。で可能性はもう絶対ゼロじゃなくて、もう無限大にあると思う。こんな僕でもこんな僕でもダンスで仕事できちゃってるんで、全然皆さんにチャンスがあります。